皆さんこんにちは、ガーデゴジャパンの富永です。今回は園芸に関する個人的なトピックをご紹介する私的園芸ニュースです。先月末からすでに梅雨入りしているので、最近は雨の日が多かったです。鉢植えのバラ、そして過失や群れに弱い宿根草は雨の当たらない場所に避難させています。台風も近づいてきていて、週末にかけてかなりの大雨になるようです。雨ざらしの環境下に置いている植物たちの状態が少し心配ですね。 さて、今回ご紹介するバラや出婚草は全部で5種類です。花が咲いているものは開花の様子を、そしてどのように管理しているのかお話しします。園芸ガーデニングに興味のある方はぜひ最後まで動画をご覧ください。 まず最初にご覧いただくのはオキシペタルムブルースターです。バラとバラの株間に植え込んでいます。一昨年の秋に苗を購入して育て始めたので、今年で3年目ですね。4月から花を咲かせていますが、咲き終わった後に待望の種ができました。実は去年もたくさん花は咲いたのですが、種が一つもできなかったんですよね。よって、今ご覧いただいているサヤというんでしょうか、種の入っている部分を見るのは初めてです。 独特な形をしていますよねせっかく種ができたので秋頃にまいてみようと思っていますブルースターは寒さにあまり強くないのでもし失敗した場合は翌年の4月頃に再チャレンジします続いてご覧いただくのはトーテイランです去年の夏頃に苗を購入して育て始めました しばらくは鉢植えで管理していたのですが、秋ごろを花壇に植え付けました。1週間ほど前に切り戻しをしました。枝が間伸びして草子が乱れるのを防ぐことと、枝数を増やして夏の開花期に花数を増やすのが目的です。ご覧のように、切り戻した部分から株元にかけて、脇芽が一斉に出始めました。すべての芽が残るわけではないと思いますが、だいぶ枝数が増えそうですね。 ただ週末にかけてかなりの大雨になるようなので傷んでしまわないか少し心配です続いてご覧いただくのは新苗のバラシルクロードです新しい品種なので詳しい性質はまだ分かっていません花持ちに関してご質問をいただいたので調べてみましたこれは5月23日に撮影した花です 咲き始めは濃いオレンジ色をしています。花は小さめですが、とてもいい香りがします。そしてこれが3日後に撮影したものです。咲き始めは濃いオレンジ色をしていましたが、色が淡くなって、サーモンピンクに近い色合いになってきましたね。そしてこれが5月28日に撮影したものです。壁もだいぶしおれてきたので、咲き終わりと言っていいと思います。 よってシルクロードの花持ちは4日から5日程度綺麗な状態を保っているのは34日といった感じです長くもなく短くもなく花持ちは平均的だと思います大輪系のスカビオサが咲き始めました今ご覧いただいているのはエース・オブ・スペードという品種です育てている中では一番背が高くなりますね つぼみはほぼ真っ黒で、花はご覧のように黒みを帯びた赤という感じです。シックな雰囲気の花ですね。エース・ド・オブ・スペードのように背が高くなる大輪系のスカビオサは夏の高温多湿が苦手です。団地だと夏越しがやや難しいとされています。こちらはスカビオサ・パーフェクタです。涼しげなブルーの花を咲かせます。5月下旬から咲き始めたのですが、だいぶ花数が増えてきましたね。 このパーフェクタも高温多湿が苦手なタイプです。週末にかけて大雨の予報になっていて、その後気温が高くなるらしいので、念のために雨の当たらない場所に避難させておこうかなと思っています。このピンクレースという品種も大輪系のスカビオサですが、先ほどご覧いただいたエースオブスペードやパーフェクタと比べて丈夫で育てやすいと言われています。 確かに葉っぱの形状や花の咲き方を見ると、どちらかというとピンクッションピンクやピンクッションブルーのようにコンパクトにまとまるタイプのスカビオさんに近いですね。丈夫で育てやすいとは言っても過失や群れには注意が必要なので、スペースを確保するのは難しいですが、やはり雨の当たらない場所に避難させておこうかなと思っています。 ご覧いただいているペラルゴニウムパールグレイは、4月に苗を購入して育て始めたばかりの出根草です。花数は少なめですが、ちらほらと咲き続けています。少し前の動画でもお話ししましたが、花色を綺麗に撮影するのが難しいですね。少しずつ角度を変えて撮影してみましたが、グレーに淡いパープルが混じる独特な花色がうまく映りません。こうやって動画で見るよりも、実際の花色の方が圧倒的に綺麗です。 興味のある方は苗を購入して育ててみてくださいさてペラルゴニウムも長雨に当てるのはできるだけ避けたいので何とかスペースを見つけて避難させますそれでは今回の動画のまとめです園芸に関する個人的なトピックをご紹介しました梅雨なので仕方がありませんが週末にかけての大雨は少し心配ですね 雨が降ったり止んだりという感じではなく、ずっと雨が降り続くと植物の根が酸欠になって傷んでしまいます。出根層は下室や群れに弱いものが多いので、できれば雨の当たらない場所に避難させたいのですが、スペースの関係上全部を避難させることはできません。それぞれの性質や株の状態を見ながら優先順位をつけようと思っています。できるだけダメージが少ない状態でこの大雨を乗り切りたいですね。 今後もバラや宿根草の様子は定期的に動画で公開する予定です。興味のある方は次回もぜひご覧ください。